今日紹介するのはこちらです。94年ですかねの食玩のゴジラです。これはパッケージがまずかっこよくて、卵の中から光るゴジラが誕生。もうゴジラちょっと卵割れちゃってますけど、こういうクリアファイルのです。クリアファイルフィルム、もう中から見えるようになっていて、こんなパッケージになっております。100円でこんなのが買えたいい時代なんですけど、全部で12種類あるみたいなんですけど、セット内容は X スタンドっていうのもあるんですね。で、卵と怪獣が入っていて、裏はこんな感じになってます。まあ、一個だけちょっと中身を開けてみると、よいしょ。X スタンドもちゃんと入ってるんだ。はい。で、よいしょ、卵がこんな感じですかね。で、スタンドに、よいしょ、ちゃんと立つのかやってみたいと思います。ちゃんとスタンドに卵が立っておりました。大丈夫ですね。で、中身をパッと開けると、はい、こういうキャラクターのベビーかなこれ、が入っていて、暗闇で光るようですね。はい。で、持ってるのが、箱で持ってるのがこの3つだけしか持っていなくて、これちょっと、開けてみると、何入ってるんだろう。はい。あ、これもやっぱり卵の色が、全然違って、いいよ。台座も違いますね。で、あ、こっちにはバトラーが入ってました。いいですね。はい。で、最後というか、箱は3つしか持ってないんで、よいしょ。あれ？これ、あ、こういう、ちゃんと中に内箱も入ってるんだ。すごい、初めて知った。入って、あ、モスラーですね。これはありますね。モスラーが入ってたので、バトラーとモスラー、いい感じで揃ってました。こう並べるといいですね。で、箱を持ってなかったんですけど、卵だけ持ってるのがあって、中開けると、ゴジラ。が入っていて、これもなかなかいいんですよね。まあ持ってるのがこの4つかな、卵を入れると、こんなちょっと不揃いの紹介になっちゃったんですけど、もう一つ紹介したいのがあって、これと、よいしょ、こういうゴジラ大決戦っていう食玩も昔出てきて、まあ出てきて出てて、よくよく見ると、これ同じようなデザインですよね。メカゴジラなんてもうそっくりというか、ちょっと向きが変わっただけ。で、こっちはジオラマが入っているような感じなのかな。あ、入ってます。あ、これは2体入ってるんですね。いずれな2体。で、こっちは1体しか入ってないんですけど、卵が入っていて、なかなか興味深い2つになっておりました。今日はですね、この食玩のゴジラ誕生っていうのを持ってるだけ紹介してみました。卵に入ってて、台座もちゃんとついてて、しかもキャラクターもしっかりしてるっていうのは、いい商品ですね。あとはこのなんか似てるような食玩も面白かったです。ちょっとラインナップがこんな感じにはなってたので、出てきたらちょっと全部紹介したいと思いますが、今日はこんなですね、商品もありましたよっていう動画を撮ってみました。
それでは次回の動画でお会いしましょう。せばねー。